直澄のトラブルメーカー。皆さん、阿部寛さん見てますか？トラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。ということで、すいませんね、もう新しい阿部寛さんがね、主演の、ね、主演だよね、あれね、あの DCU というドラマが始まりまして、ね、あの綾鷹のモノマネで一世を風靡した高橋直澄からすると誰が一世風靡したんだよ。全然もうここの3人ぐらいしか聞いてないんだよ。身内の。そうなんです。しかもね、マサからは似てないからやめた方がいいって言われてんのにずっとやってるっていう阿部寛さんのドラマがね、うん、僕はもうあのセリフなんて言ったのかなっていうのを聞き取るだけで楽しい。あのそういうね感じの今なんて言ったっていうところをねこう聞いてるだけでこうテンションが上がってる。見てる中に真実があるって言ってね言われると、うん、今水の中に真実があるって言ったなって、ね、聞き取れた時にちょっと越感がすごい思わないっていう。あれですよ、これ本当にあのドラマ面白くなってきてるんですよ。なんか1周目のところにね、なんかねあの横浜流星さんがこうねちょっとこうピキンってなるところがあったりとかして、ね、そういうところがあって、うん、もう今までこうねずっとこう仲良くやってきたのに1話でいきなり崩れるんですよ。それそうなの、うん、さあ今週はどうなってんのっていうね、もうこれを聞いてもうああなったよって思ってる人と、あそうなんだって思う人と、ね、うん、3週目があの、ね、今回は3回目だと思うので、うん、いやー楽しみですね。ドラマ楽しいですね、うん、なんかね、本当に外に行って飲まないじゃない、飲めないし今ね、はい、うん、だとさ、なんかそのちょっと解除になった時期もそうなんだけど、なんかじゃあちょっと行くみたいなセリフが本当にないのよ最近、うん、っていうね、そういう風なセリフをこの口から吐いてないな、ここ2年ばかしっていう、ちょっと行かないとか、そういうの本当に言ってないなと思って、そうなるといやー本当生活形態が変わったのかなって気がすごくしますけどね。早いとこね、なんかね、なんか普通にご飯ぐらいは食べたいなと。そうじゃないと俺ね、あのオープニングで喋ることがないのドラマの話になっちゃったじゃないとか思い、ブログも大変なのよね。でブログはチョロ頼みなわけよもう、で毎日のようにチョロとするマークさん、ね、チョロとご飯ばっかりでもなって思いながらね、でもその頼みのチョロがですよ、今週のチョロ、はい、行ってみたいと思いますけど、大変なんですよ今日収録の前に、うん、なんかね乾燥がすごいから、うん、まあね本当はやっちゃいけないんだけど、猫飼ってたらね、湯船にねこうお湯を張ったまま寝ちゃったわけよ。これがね、うん、本当は良くないのよ、なんか溺れちゃったりとかすると危ないから、うん、したらさ案の定さ、いつも行かないのよ、はい、いつも行かないんだけど、たまたまね今日はねそのお風呂の方に行っちゃってさ、はい、あって思った瞬間にボチャンと落ちてて、あら落ちちゃった、うん、で落ちて、あ助けなきゃと思ったらもう自分で出てきたんだけど、うん、でその後もうびっちょびちょだから、うん、もうこの床がね、あ、うん、だ拭いてあげなきゃと思って追いかけたんだけど、うん、そしたらそのびちゃびちゃにさせられたのは俺のせいだになってる。自分で落ちたことはもうあいつ忘れてんのよ、なんか自分で落ちて大変な目に遭ってんのに、うん、このびしょびしょの今の状態はこいつのせいだになって、久しぶりにうーって言われました。これね多分ね信頼度がゼロになってるね今ね。もう俺生きていけないかも、悲しすぎて。この誤解どうしたらいいもんでしょう。もう今まではこうね、この1年半から2年近く今週のチョロやってましたけど、ずっとラブラブでお届けしてまいりましたけど、今日からはどうなる今週のチョロタイトル変更しないといけないかもしれません。チョロ可愛いねっていうネタがもうないかもしれない今日はね絆創膏2枚貼ってますから今日私あらそうなんですよ、もうねこれがどうなっていくのか、うん、ね、あの DCU も面白いけど今週のチョロも面白くなりそうじゃないですかここに来ての急展開ね、ね、毎週聞いていただきたいと思います。それでは高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のトラブルメーカー。
まずは普通のお便りご紹介していきたいと思います。高橋さん あのあれだね、胸の使いが取れないのでなんか言葉がスルスル出てこないような感じになって今週のチョロ何編って言ったらいいんだろうなみたいな、ね、無限拒絶リビングとか言ったらいいのかなみたいなね。なんかそんなことばっかり言ってるとどんどん悲しくなってるんですけど、うん、はい、さあ皆さんの楽しいお便りを読ませていただいて、うん、心を晴れやかにしていきたいと思いますけども、まずはですね、兵庫県の花丸からいただきました。直美さん、けんさん、スタッフの皆さん、トラボー、はい、トラボー、毎日寒いですね。冬になると会社の自動販売機にぜんざいが追加されるのですが、先日職場の同僚とその話になり、私が自動販売機のぜんざいは粒あんって書いてあるよと伝えると、うん、同僚はどうやらこしあんがお好みのようで粒あん派かこしあん派かという話になりました。ちなみに私はどちらも美味しくて好きですが、どちらかというと粒あん派です。なずみさんはあんこはお好きでしょうか？もしお好きなら粒あん派かこしあん派どちらでしょうか？なるほど、ね、このなんとか派ついついやっちゃいますよね。どっちでもいいと思うんですけど本当にどっち、私もどっちも好きなのでね、うんうんうん、まあどうだろうね、そのものによるし気分にもよるしね、うん、なんか今日はつるんとなんかね、豆の皮とか感じずに今日は喉越しつるんって食べたいなって時はやっぱりこしてる方が好きですし、うん、お腹も空いてるしなんかガツンと欲しいよねっていう時はなんかこう皮のねこう食感がある方がもうちょっと食べたいなみたいな、うん、だから気分派気分派気分派ですね。そもそもお汁粉とぜんざいって何が違うのよみたいなね話をさっきやってさ、まあいろいろ多分いろいろそのお店とかにもよっても違うと思うんですけど、僕の中ではやっぱりぜんざいっていうのはそのお汁系が少ない汁ね、水分が少ない、まああんこを感じられるね。でお汁粉の方はまあ粒だろうがコシだろうがそのねあんこのつゆを飲めちゃうところが楽しいっていうね、それがお汁粉なのかなみたいなね。だから最近お赤飯とか作ろうと思ってね、小豆をこの間1キロ買ったので、そうなんですよ、1キロ買わないんだよね、うん、でね1キロ買っても豆だからその辺にポイって置いとけばいいやって思ってたんだけど、うん、ちょっと待てよと、お米もあんなに虫が湧くのに我が家は、うん、ね、虫さんが来てくれるというか虫さんがこう発生するのに、うん、小豆なんてあんな虫の出やすいものお手玉に入れて毎日お手玉遊びでもしない限りは虫出ちゃうぞと思いまして、うんうん、冷蔵庫に入れてるんでね、早いとこ食べないと冷蔵庫邪魔なのよねやっぱね、うん、なので最近ね、そのそうか、お赤飯ばっかりでもあれだから、お汁粉とかぜんざいとか手作りでやったらちょっと楽しいんじゃないみたいな。いいね。でこれちょっと気になったのは、うん、その自動販売機のぜんざいってさ、うん、水分入ってるのかね。入ってなかったら飲めないもんね、噛んでね、出てこないもんね。うん、粒コーンスープのコーンばっかり入ってるみたいなことになるわけでしょそれすげーコロ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 ってしか出てこないやつでしょ。あれのあれのあれ、あれ それを今想像したのよ。あれ、確かに、あでもぜんざいって書いてんのあるかと思って、ね、さっきちょっと調べたらぜんざい表記のものがあったから、うん、そのぜんざいは本当に飲めるのこれ今のさコーヒーのさ、うん、なんていうの、プルタブポコッと穴開けるようなやつじゃなくてさ、上蓋が全部缶詰みたいにピョンって取れるパターンがあるじゃん、ビールでも流行ってるパターンの蓋のやつあるじゃない、あの泡がいっぱい出てくるやつの、はい、あれパターンだったら飲めんのかなとか思いながら、入り口でかけね、ね、入り口がでかけいいなって、ね、うん、あの缶の蓋の上取れるやつさ、うん、この間初めてお正月の時にさビール飲んだのよ、はい、みんながさ、いろんな友達の SNS がさ、うん、もう泡出て楽しいみたいなこと言ってて、はい、そもそも俺生ビールで泡いらねえ派なんだよね。あ泡こうわざわざ注ぐんだけど、うんうん、炭酸が抜けにくくなったりとか、うんうん、美味しく飲むためにって言うんだけど、俺泡いらねえって思っちゃうね。もう飲み口ギリギリまで金色でこう液体で埋まっててほしいのよだから泡システム何のためって思ってたのよね、はいはいはい。でその一緒にお正月飲んだ、ね、知り合いのお友達の息子さんもね、うんうん、温めると泡が出てくるんだよ、キンキンに冷えすぎて泡俺のあんま出なかったのよ、うん、そしたらこう温めると泡出てくるんだよ って確かに泡出たんだけども、そもそも俺泡いらねえって思いながらいやでも蓋ね、プルタブじゃないポコンって上部が取れるカンカンのシステムは、うんうん、あれいろいろ広がったなと思ってね、俺的にはちょっと楽しいんですけどもね、うん、
はい、さあ、あんこつながりでこちらのメールご紹介しましょう。埼玉県の3番はあんまん、もうあん入ってますね、はい、行ってみたいと思いますけども、とりあえず真似しよう、トライしてみようが今年の目標な私、うん、なおちゃんが作られていたフライパンでお赤飯、早速もち米と小豆を買って作ってみました。すいません、同じことしていただいてありがとうございます、うん、子供の頃お赤飯が苦手だったせいか作った経験もなく、不思議と作ろうとしたことがなくて、なおちゃんの話を聞いて作りたくなりトライ。すいませんね本当に。1回目小豆が少し固めになってしまったけれど、まあまあな出来。2回目、小豆はちょうどいいのにご飯が固め、少しおこげができちゃいました、うん、料理はこんなところがまた楽しい、またリベンジです。そしておこげのリメイクを発見、ごま油でおせんべいみたいに平らにしてかな、まあ炒めるとまた美味しかったです。いろいろあるみたいですよ、うん、直澄先生のお料理講座が嬉しい今日この頃の私でした、といただいております。ありがとうございます。このフライパンでお赤飯、まあね、おこわとかお餅米が炊けますよってやつはですね、ポイントはただ一つです。お米をサラサラっと 2,3 回洗いますよね、うん、もち米を。でその後それをね30分揚げとくんですよ。そうするともち米にパキパキっとこうひびが入るんですよ。へー。でそのひびにですね、もう小豆の汁とか、まあ、煮汁とか水分が入ってて早く炊けるんだよね、うん、だから火にかけ始めてだいたい20分ぐらいで炊き上がるんですね、はい。まあ、これガッテンでねやってたので、ガッテンのこうサイトを見ると詳しいこと書いてるんで、それ見るとね、まあ、これおこげ必須なんですけども、そのおこげがまたすごく美味しいのでね、うん、ぜひやっていただきたいなと思うんですけども、私何を隠そう、おこわ屋さんもやっておりまして、昔、うん、働いてて社員で、うん、米八おこわってですね、東京では結構デパートに入ってる ね、うん、はい、老舗なんです。もう名だたる先輩を差し置いて入社したばかりの僕は、あなたのおこわが一番おいしいって社内で一番のこう、ね、おこわコンテストで優勝してしまうぐらいのやつだったんですけども、うん、でも器具とか機材がないから、その蒸し器もないし、うん、全然作んなかったんで、でもフライパンでできるんだったらと思って、まあ普通のそのね炊飯器で炊くのと蒸したやつって味が全然違うので、うんうん、どうしてもその蒸した感じのね、ばあちゃんがね、そのもち米ね、餅をつく前にね、米を蒸し器で蒸して、その米をちょっとだけもらうのがめちゃくちゃ美味しくてね、うんうんうん、それの味がおこわの味だと思ってるんですけど、炊飯器のも美味しいんですけど、その蒸した感じのに近くなるんだよね、このフライパンのやり方をやると、うん、なのでそれでどうしても食べたくなって僕もやったんですけども、うん、でおこわ屋さんでね、カレーおこわってないでしょう、はいはい、あれはなぜだか分かりますか？分かんない。五目おこわとか山菜おこわとかありますけど、うんうんうん、あれはカレーの匂いが、せいろってこう重ねるじゃない、何段に、うん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 、でカレーがあると全部がカレーの風味になっちゃう。あ、なるほどね。なので、はいはい、お店では厳禁だったんです、カレー味が。あ、ということは俺念願のカレーおこわ作れるじゃないって今これを見て思いつきました。あ、そうか、家だからね。思いつきましたって言っちゃったよ、興奮興奮しすぎて。思いつきましたのでカレーおこわを作りたいと思いまちもちもち作りたいと思いまちということでね、どうなるのかね、楽しみにしてて、またこの番組でもね、今日のおこわ喋っていきたいなというふうに思いますのでね、うん、楽しみにしていただきたいと思います。いということで、ここでリクエスト1曲お届けしたいと思いますけども、京都市のチャコからいただいております、京都は先日大雪が降りました。5年ぶりだそう。朝起きて窓から外を見るとそこは雪国、うえーと思いながらもテンション上がって友達にメールして、買ってから2回しか履いてないスノーブーツを引っ張り出して、これまたほとんど着てもいない、もこもこの白いダウンコードを着て、誰が雪だるまやねんと突っ込みながらお出かけやっぱりテンション上がってるな、かっこ笑い、静かに雪が落ちる中、転ばないように慎重に白い雪を踏みしめながら歩いていたら、別世界に来たような気分になりました。なおくんのご実家あたりはやっぱり雪深いのでしょうね、ということでいただいております。それではお届けしましょう、高橋直澄しずり雪。ハラハラ降り積もった、ひとひらふたひらと、粉雪綿雪ぼた雪、あなたはしずり雪で、触れられないうつろう時間
高橋直美ニューアルバムジャイブ&ジュークがスマートフォンサイトアニメのミックスにて全曲配信中。さらに一般店での発売が決定。ただいま予約受付中。ウェブサイン会も開催するので詳しくは高橋直美のオフィシャルホームページをチェック。まだまだ大いに楽しむぞジャイブ&ジューク。危ないおねか行くぜ。トーンシュートアップ、イエヘイ、みんなお待たせ、危なおだぜ。今週も元気に行ってみたいと思うぜ。このコーナーはリスナーから寄せられましたそれぞれのお悩みを私危なおデカが、解決に向けていくぜなコーナーでございますさあということで今週も元気よく元気よく行ってみたいと思います。何やら前半喋ってた直澄さんは今週元気がないって元気が出ないって言ってたのでその分危なおが頑張ってみたいなと思いつつ、でもね、っていうのを感じていただきつつお届けするぜ。まずはこちらのお悩みいくぜ。宮城県多賀城市ナマステからいただきましたお悩みです。危なおでかお疲れ様です。はい、お疲れ様です。本年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お正月はいろいろなお餅料理を食べましたが三が日のうちに全て食べ尽くしたはずのお餅が残ってしまいましたそんなお餅を使ったおすすめの料理は何かありますかということでねいただきました。これちょっと一つ私から言わせていただくと疑問がありましてですね、多分直澄さんも同じだと思うんですけどお餅を三が日のうちに食べきらなきゃいけないと誰が決めたんでしょうか私は甚だここが疑問で引っかかってそれが気になって先に進めねえぜなんなら直澄さんもこの間魚沼さんの小金餅っていうねお餅 500g 買ってたぜ。お正月終わってから終わってから買ってて、さらに、まあこれレシピ のアイディアになるかもしんないんだけど、この稲荷餅っていうね、ここにあるけども、稲荷餅っていうのも直澄さん買ってたぜ。お揚げのねお稲荷さんにするお揚げさんみたいなのと油、お餅が入ってんだってよ。これねチンってするだけで美味しいなんていうの餅巾着 のお稲荷さんバージョンみたいなのが多分できるんだぜ。これ40秒でできたら最高だと思うね。確かに多分こんなことしたらめちゃめちゃうまいと思うぜ、またはあれですね、仙台とか宮城県に行った時に、せり鍋っつうのを俺食ってもう感動したわけよ、超うめえ超うめえと思ってすげえうまかったんですよね。でそれ最後に締めって普通ほらラーメンまたうどんおじやみたいなのが多いじゃんせり鍋の時ねそばだったの、そばって思うわけ、そばっすか。でそばでそこにさらに餅とか入れたわけよ、でその餅がねドロッドロに溶けて、俺ねもともとそのスープに餅が溶けてる状態って好きなのね、だからとろみをわざわざ餅を溶かして作ったりとかするのが好きあこれなんか直澄になってる直澄になってる脱直澄なのに脱直澄って言ったのに、あれもうすぐ今すぐお料理の話とかダメよ、すぐ直澄出てきちゃうからそれが好きなんだぜドロドロのやつだからそばに餅入れやがれイエイこう無理やり無理やり。あとディレクターからなんですけどカレーかけろって言ってますナマステだけにねって、あうまいのかどうか知りませんけどもね。オッケー次行くぜ茨城県牛久市純からいただきました。アバオナオデカトラボー、はいトラボー、毎日パトロールお疲れ様です。いや実は俺毎日パトロールしてないんだね週1言うな週1防災を意識したとき地味に悩むのが冬でも裸足族なこと。よく今日は寒いなと文句を言ってると母に着るもの着てから言いなさいと言われます裸足だからね、ちなみに普段にもテニプリの越前龍馬くん風半ズボンスタイルが多く、自宅では裸足に半ズボンです冬は夜中に地震に見舞われて避難するときに裸足に半ズボンはまずいなと思いつつやめられません。どうしたらいいでしょうか。なるほど、これねちょっ
と分かんないよね、うん、あのもちろんだってこれでも寝てる時の格好のまま逃げるっつったらみんなどんな格好で寝てんの。俺パジャマなんだよね。どっちにしろだからこのメールを前提にして言うと俺はあの普段から革ジャンを着てね、あのパトロールしてるわけですよ。革ジャンだから革ジャンのまま寝なきゃいけないことになっちゃうからこの理論だと純の理論だと、ね、だから別に着替えたらいいじゃないっていうダメいやだから着替えられないぐらい慌ててる時ももちろんあるかもしれないけど、でもそこを言ったらだよ、だから、ね、普段はドレスの人はドレス着て寝るのかって話じゃない。あ、なるほどね、なんとなくよ、うんね、そうなっちゃうじゃない。でも、まあ、最悪この時期だったら俺はね長いダウンが1枚あればいいかなって思ってるんだよね。 あれを1枚ヒュッと羽織っちゃえば、うんうんうん、もうねあのちょっとあのバッてやった時に変質者みたいになっちゃうかもしれないけど、いやいやいやそれしなきゃ大丈夫だからね、上から羽織っていけばいいし、あとはあのうちのちょっとねあの頭ぶっ飛んでるディレクターが言ってたやつ参考までに言うとですねまず寝る前に靴下を靴の中に仕込んどくのはどうですか。これで裸足族はねとりあえず回避できる。あとは長いパンツを短パンの下に履いときなさい。いや短パン見せたいわけじゃないのよって話だと思うんだけど寒ければ下にタイツ的なものを履いとくとかどうって言ってたぜ、うん、さあということでどうでしたでしょうか聞くなよ今週はここまでストーン Thank you ということでありがとうございました。一曲お届けしたいと思います。高橋直澄コントレイル結露の足跡。最後は高橋直澄の気になっていることや独り言を聞いていただく天体観測のコーナーでございます。さてコントレールね、まあ、飛行機雲という意味でございますけども、あの飛行機のね通った後にコントレールができる、まあ、そんな感じの曲昔にもあったなと思いながらね、あのダモノという高橋直澄の曲があるんですけど、目には見えないだけど空に鳥の道があるみたいなね、そんな歌詞があって、まあそうだな飛行機もそうだなみたいなねところなんですけども、空をこう自由にこうね好き勝手こう飛んでるように鳥とかは見えるんですけども、でもね飛行機はね実はあの航空路という決まった空の道っていうのが実はあるんだよね。目には見えないんだけどもね、それでそのウェイポイントっていう通過点っていうのが設定されているそうで、
まあね、空が安全にね、いろんなあんなにたくさんの飛行機が飛んでても事故がないのは、その安全にそこを通過することで、ウェイポイントっていうのを通過することで守られているそうで、でね、そのウェイポイントの名前がね、ちょっと面白くって、アルファベット5文字でこう構成されてるんだけども、あの秋田にはこう柳葉さんを想像させるギバーとかね、広島だったらこのアクセラとかデミオとか車を想像させる名前だったりとかして、こう見てると楽しいなみたいなね、そういうウェイポイントっていうところを通過してるそうなんですけどもね、まあこれね、あのダモノはそれをと人生を比べてあの歌ってるものなんですけども、まあこの見えない人生も見えないじゃない、道と違ってね、だからあの進んでるとこのままでいいのかなっていうね、なかなかこうこれだなって言うんですよね、これだって進む道がこう定まるのって、こう定めるのってこう難しいことだと思うんですけども、でもあのこれだ、まずはあのポイントまで飛ぼうみたいなね、自分のウェイポイントを決めるのも人生を自由に飛ぶために必要なものかもしれないなというふうに思いました。それはね、いわば幸福の軌道みたいなふうにね、呼べるものかもしれませんね。ということで、天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメ、番組の感想、リクエスト、メールでどしどしお待ちしております。現在募集中の10-10-10シーズンのお題はここのこれ、そして、私はラッキーでございます。そしてライトなお悩みなら俺にくれーということで、絶賛パトロール中の、危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますので、よろしくお願いします。さて、私ゆずをたくさんいただいてるんですけどもね、あのゆずを吸って皮を吸ってで絞って、でめんつゆで割って食べると、実は鍋つゆのね、すっごい美味しいゆずポンになるんですよ。これやると他戻れませんよ、お試しあれ。ということで、お時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねのみ。ニューアルバムジャイブ&ジュークがスマートフォンサイトアニメのミックスにて全曲配信中。さらに一般店での発売が決定。ただいま予約受付中。ウェブサイン会も開催するので、詳しくは高橋直澄のオフィシャルホームページをチェック。まだまだ大いに楽しむぞ、ジャイブ&ジューク。